横内博明は日本の政治家。山梨県稲崎市長、山梨県議会議長、山梨県議会議員などを歴任した。山梨県知事の横内正明は2位。元山梨県稲崎市長の横内要は父。山梨県稲崎市生まれ。日本大学理工学部卒業。1961年、太陽宝石に入社。 1968年、ニラサキ坊籍に入社。1987年に、横内商事を設立し、同社代表取締役に就任。1991年4月、山梨県議会議員選挙に出馬し、初当選を果たした。1995年、1999年、2003年にも、山梨県議に再選され、4期連続当選。 2000年10月11日に山梨県議会議長に就任し、翌2001年6月26日まで務める。2006年8月10日、4期目の任期途中で山梨県議を辞職。同年11月19日、ニ崎市長選挙に出馬し、現職のの週1ニ崎市長を破り当選。当日有権者数25,246人、最終投票率。 74.95%2010 年11月7日、稲崎市長選挙で再選を果たした。当日有権者数25,065人最終、投票率 45.75%2014 年7月28日、定例記者会見の席にて、11月執行予定の稲崎市長選挙に出馬せず、2期目の人気満了をもって市長職を退任することを発表した。 これにより、兄で山梨県知事でもある正明と共にそれぞれ人気満了を持って正解を知りくこととなった。ありがとうございます。